ジャレット・サリンジャーはアメリカ合衆国オハイオ州コロンバス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。オハイオ州の高校時代から有名選手だった。サリンジャーはナイキフループサミットでハリソン・バーンズと共同 MVP を受賞。ジョーダン・ブランド・クラシックにも出場するほどの実力者として知られていた。大学は地元のオハイオ州立大学に進学。 二年間プレーし、平均17点を記録したところで2012年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。21位でボストンセルティックスに指名された。ルーキーシーズンの2012から13シーズンは、ケビン・ガーネットの控え役として、出場機会を得ていたものの、2013年1月に背中を痛めてシーズン離脱、45試合の出場に止まった。 2013から14シーズンは、ケビン・ガーネットの遺跡で、出場時間も増え、74試合に出場、平均13.3点を記録。2014年2月7日のサクラメント・キングス戦では、自己最高の31.16リバウンドを記録した。飛躍が期待された2014から15シーズンは、2015年1月に、判明した左足の疲労骨折のために、 58試合の出場に止まった。2016年7月10日、ボストンセルティックスはサリンジャーへのクオリファイングオファーを取り下げたことを発表。翌日サリンジャーはトロントラプターズと1年契約を結んだ。しかし、シーズン開幕前に右足の手術をすることになり、復帰は2017年以降となり、同月18日のフィラデルフィアセブンティーシクサーズ戦で、 ようやく遺跡後初出場。しかし、2月に入り、サージ・バーカを獲得したことにより、同月23日に、PJ ・タッカーとのトレードで、フェニックス・サンズに放出され、翌日解雇された。2017年9月11日、CBA の新選新世紀、列表ン球クラブと契約し、再起を期すことになった。 高渉 206cm とインサイドプレイヤーとしてはサイズ不足ながら横幅の広さと頭脳的なプレーでサイズ不足を補う。かつてセルティックスに在籍していたグレン・レービスによく似たスタイルで体を張ったプレーを展開している。ありがとうございます。